お兄ちゃんたちこんにちは。お前らこんにちは。お兄ちゃん、何そんなところでうなってるのよ。我慢しないでトイレに行ったら？うんこ我慢してるんじゃねえよ。だったら何よ。この前お前の言ってた話、いくら考えても納得できないんだ。この前の話って、デフレ、総需要の不足がお金不足で起きるって話？ああ、絶対間違ってると思うが、自分が何を見落としてるかわからないんだ。そんなに難しい話じゃないでしょ。素直に受け入れれば楽なのに。難しくないから問題なんだよ。むしろあまりに簡単すぎる。だったらそういうものだと思えばいいじゃない？そんな理由で納得できるか。それはね、お兄ちゃんがお金って何かわかってないからよ。お金が何かって、金は金だろ。私が言ってるのは、お金の成り立ちと、お金の持ってる性質よ。お金の成り立ちと性質。それがわかれば、デフレは貨幣現象が理解できるのか？少なくとも、お兄ちゃんにちょっと賢い中学生くらいのおつむがあればね。お前、人のことばかにしすぎだぞ。じゃあ、今回はその話にしましょう。それでは、ゆっくり妹の経済学講座。始まり。まずは、おさらいからね。経済の始まりは、物々交換だって話は覚えているわね。ああ、木の実を取った人と魚を取った人が、お互いのものを交換したってやつだろ。そう。物々交換は、お互いの持っているものの価値が、それほど違わなければ、成立しやすいわよね。まあな。木の実と魚くらいならわけないだろう。でもね、片方が家を建ててもらいたくて、それを木の実10年分と交換って言われたら？そりゃ困るわ。第一、木の実10年分なんて欲しくねえよ。そうね。だから交換をする際に、何か価値の仲介をするものが必要とされたの。価値の仲介。多くの地域で、様々なものが価値の仲介に使われたわ。お金のことを、通貨とか貨幣って言うでしょう。この貨っていう字。昔、漢字の生まれた中国では、貝殻を価値の仲介として使っていたの。だから、貝が化けると書いて貨なのよ。へぇ、ボタンは押さなくていいわ。でもね、広い地域で交換を行おうとした場合、どの地域でも価値があると思うものを仲介に使う必要があったの。そこで選ばれたのが金だったわ。そうか。金だったら、古代エジプトからマヤ文明まで、価値があるものって思われてたからな。金は、腐らず錆びず、比較的加工もしやすかったから、価値を貯蔵し、仲介するものとして重宝された。これがお金の始まりね。へぇ。だからいいって、金は、物と物との交換に比べれば、確かに便利だったわ。だけどね、金って持ち運びをするには重たかったの。らしいな。伝説によると、金の延べ棒はかなりの重さだと伝え聞くぞ。だから、金はいつも金庫に保管されてて、金の預かり証が、金と同じ価値を持つものとして流通し出したの。これが紙のお金、紙幣の始まりね。そこで紙幣が出てくるのか。けど、さらに問題が起きたの。時は18世紀、イギリスで経済に革命的なことが起こったわ。お兄ちゃん、なんだかわかる？産業革命だろ。すごい。よくわかったわね。あのな、経済で革命とくれば、産業革命しかないだろうが。18世紀に IT 革命が起きててたまるかよ。それもそうね。で、産業革命が起こったことで、経済における供給量、つまり、作られるものの量が爆発的に拡大したの。そうしたら何が起きるか？お兄ちゃん、経済における交換の基本原則は？価値の低いものから価値の高いものへか？そして、経済におけるものの価値は、多いものは低く、少ないものは高い。当時は、金の価値が裏付けになった紙幣が、交換の仲介として使われていたわ。
だけど、物の量が増えるのに比べて、金の量って簡単に増える？錬金術でもあれば増やせるだろうが、金は鉱山から採掘しなきゃならないから、そう簡単には増えないだろうな。そうなると、物の量が増えて物の価値が下がり、金の量は変わらず希少になったら、お金から物への交換、つまり需要はどうなる？交換が起きづらくなって、需要不足でデフレになるな。そうなの。実際、今みたいな理由で、ビクトリアデフレっていうのが起こったわ。そして20世紀、しばらくの間は、新しい金鉱山の採掘で金の量を増やしたりして、金に価値を裏付けられたお金、金本位制を取っていたけど、それでも、経済の交換をスムーズに行うのが難しくなって、やがて、金の価値に裏付けられないお金、不換紙幣を使うようになったわ。不換紙幣？読んで字のごとしよ。これが今、私たちがお金だと、思い込んでいるものよ。ん？思い込んでいるってなんだよ。おかしいと思わない？昔の紙幣は、同じ価値の金が価値の裏付けになっていたけど、私たちがお金と思い込んでいるのは、ただの紙切れよ。なぜ、そんなものに価値があるの？言われてみれば不思議だな。その理由は主に3つ。信用、裏付け、量よ。ほうほう。まず信用から。私たちが紙幣という紙切れをお金だと思っている理由は、お店に行けば、紙に書かれた数字と同じ値段の商品と交換できるから。そのことが、政府によって担保されているからよ。なるほど、それが信用か。次に裏付けね。金本位制の頃は、紙幣の裏付けは金。同じように、不換紙幣にもその価値を担保する裏付けがあるの。不換紙幣なのに裏付けがあるのか？ええ。それは、紙幣という紙が交換を担保されている、地域全体の経済力。わかりやすく言えば、一国の中で作られているものの総量よ。ああ、そうか。金は物と交換できるから価値があるんだから。必然的に、その金が交換できるものの量が価値の裏付けになるのか。そういうことよ。だから、ある国の通貨の量と、作られたものの量の価値はイコールになるの。最後に量。一国のお金と物の価値がイコールなら、物よりもお金の価値が高くなるのはどういう時？そやお前、物の量よりも金の量が少ない時だよ。ほらね、これで最初に戻った。ああ。不換紙幣自体が、お金の価値と物の価値をバランスさせるために導入されたんだから、バランスが崩れて、お金の価値が高くなりすぎてるなら、理由は物に比べてお金の量が少ないからでしょ。そういうことか。なので、デフレは貨幣現象によって起こる総需要の不足なの。お兄ちゃん、わかった？今わかった。すげえわかった。お兄ちゃんは理解できたみたいだけど、お兄ちゃんたちはどうかな？本日はここまで。まったねー。